本宮市の工場で火災が発生しました。辺りには煙が立ち込め、焦げ臭い匂いが漂っています。火事があったのは、以前縫製工場として使われていた建物で、昨日午後7時過ぎ、通行人から2階から煙が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、2階建ての建物1棟が全焼しました。怪我人はいませんでした。もう真っ赤に上がってました。もうメラメラメラ、ミシミシミシ、バリンっては聞こえましたね。すごかったです。警察や消防は今日午前9時から実況見分を行い、火事の原因を調べています。